건강은 좋다. 時の先輩、今は友達ですけど、友達と久しぶりにソウルにある私が勤務してた舞台に来ました。ここでもこの後からは保安の問題で撮影ができないので、はい、ここまでしますね。でもあそこで私が勤務しました。はい、あれか、皆さんなんだか懐かしいですね。なんかめっちゃ久しぶりに来ました。それでなんか不思議な感じですね。皆さん、ここから南山ソウルタワーが見えます。こんな感じです。それで私は軍人の時、この南山タワーを見ながら勤務をしました。皆さん、私が勤務してたところの周りは本当にこんな感じですよ。ダラダラダ、本当にソウルの真ん中。皆さん、私が勤務してた舞台からすぐここがイテウォンですよ。ここがイテウォン駅です。多分なんかあのコロナが2段階から1段階になったんで、結構人が多いですよね。皆さん、あそこがジリが住んでるアパートです。皆さん、私は今ハンガンに来ました。平和ですね、ハンガン。こんな感じで、なんかこの寒い天気にもみんなそれぞれカップルデートしてますね。運動してる人もいますし、いきなり終わりましたけど、見てくださってありがとうございましたってことで。